劇場版ウマ娘新時代の扉に対するみんなの反応集。うん、もう最高だったね。円盤買わなきゃ。最初から最後まで全てが良かった。登場ウマ娘もそこそこいて、綾部さんのふわふわがまだこんな見せ方ができるのかと驚きばかりでした。初見でしたので、いろんなキャラを見逃してたと思うので、また見るとしたらそちらを中心に見てくかも。普通にアニメ映画として出来が良い。残念ながらステイゴールドはいませんでしたが、音が競馬場の臨場感のそれこれはマジで劇場で見てほしいわ。ウマ娘知らなくても面白い映画だと思うし、知ってれば小ネタ満載で10倍ぐらい楽しい。競馬知ってると感動も10倍くらいになる。カフェとダンスの活躍ももっと見たかったし、オペラオートドットさんとトプロの動いてるとこももっと見たかったから、続編作ってください、お願いします。バチクソ良かった。それ以上の言葉出てこない。絶対劇場で見た方がいい。安定のクオリティでした。レースのカメラワークはエグいですね。あと一瞬の映り込みですが、ほぼ全ウマ娘映ってたので一瞬でしたが、千代ちゃんも映っていて見つけれて良かったです。結論、俺はタキオンがやっぱり大好きだ。サツキショーの時とラストシーンのタキオンが頭から離れない。ゾクゾクしたし泣いた。もうね、めちゃくちゃほんまにものすごかったわ、迫力が。はい、何がとは言わないよ。迫力がぶつせいかっところ、巨大スクリーンと音響で見るレースは圧巻で鳥肌立ちっぱなしでした。メインのウマ娘はもちろんのこと、おなじみのあのキャラもと1回で追うのは無理なくらいの情報量。ボッケ、ダンス、カフェ、タキオンの動機が最高すぎた。ダンス可愛いし、富士山も良かった。思ったより色々出てくれて嬉しい。綾部さんはさすがふわふわソムリエや。自分はどこまでもウマ娘が好きで、このコンテンツを応援し続けてきて本当に良かったと思いました。また見に来ます。マジで最高すぎた。ネタバレになるのでこれ以上は書けませんが。最後に一つ。あぶねスタキオーン。新時代の扉はともかくレースシーンが良かった。RTTT よりすごかった。音響も相まって疾走感を強く感じることができた。タキオンがめちゃかっこよかったです。レースの緊迫半端ない。興奮した。最高の一言でした。また見たいですね。史実をリアルタイムで見てきた人間としても、ウマ娘のファンとしてもとても感慨深かったです。タキオンが自分で走り出し、ラスト4人のシーンは夢をかけました。主役はジャングルポケットだけど、主人公はジャングルポケットだけじゃない。めちゃくちゃ面白かった。ポケットの成長も良かったけど、タキオンでも走りたいと思ってしまう。そんな熱い走りに見てても最高だった。扉開けてきた。多くは語る前、この一言に尽きる。最高。かっこよく、優しく、素敵で、悲しいいろんな演技の声。富士奇跡の出てくるシーンは、思わず息が止まっているほどに、演技に魅了されました。新時代の扉、人員と協力会社で殴り倒してきたよね。なんだあのメンツは。スタックがツインクルシリーズじゃねえか。ボッケはもっと荒れてるのかと思ってたけど、顔芸も多いしイメージよりかは酔ってなった。期待していたものを期待以上の内容で見せてくれた。最高の内容。ダンスフレームは完全ノーマークだったけど、すごい自分好みのキャラでよかった。まさか劇場版をやるまでになるとは、初期の頃は思いもしなかったわ。昔を思い出して、あらゆる演出が凝っていてめっちゃ面白かった。ウマ娘良さが爪に詰め込まれた2時間でした。レース演出に関しては間違いなく過去最高到達点だった。というか今後これを超える迫力が思いつかんレベル。劇場で見る価値があるというのはまさにこのことだと。映画館なんて音の迫力がすごくて、良い映画をさらに何倍に良くしているよね。レースシーンは特に。作画も演出もテンポもマジで過去一だったかもしれん。誇張忖度抜きのガチシン映画。ふわふわの綾部さんがふわふわしててふわふわだったのには、もう制作陣への圧倒的感謝しかない。めっちゃ期待してハードル結構上げていったのに、それを軽く超えてきた。やっぱりウマ娘は最高だー。見入りすぎてポップコーン食べきれなかったくらいは良かった。得点抜きでもリピート確定レベルに良かった。新時代の扉期待を超える満足感。もっと細かいところまで見たいから絶対もう一度見に行きます。レースシーンかっこよすぎて何回もうるんだ。映り込むウマ娘が多すぎて目が足りない。パンフレット読んだら午後また見てくる。見てきたけど本当にすごかった。作画も演出も BGM もめちゃくちゃ良くて終始興奮しっぱなしだった。作画枚数どんだけなのってぐらいヌルヌル動いてたし、演出すごすぎか。タキオンの走りがどれだけ異常かビリビリ伝わったし、ポッケの雄たけびもやばかったねー。レースシーンの迫力が凄まじかったです。見どころが多すぎたのでまた何度も見に行こう。
ちょっとさすがに最高すぎたレースシーンでいちいち涙出てきて大変だった。ウマ娘知らん人でも楽しめるって確信を持って言えるので全人類見てください。あるウマ娘のトレーナーや元となった競走馬のファンだった人に関しては見た後すごいことになりそう。ジャンポケ、タキオンファンにはたまらない作品でした。個人的にはジャンポケと富士奇跡のシーンはかなり泣けます。富士奇跡推しのトレーナーからはありがとう以外の言葉が出てこないです。ウマ娘富士奇跡をこんなに素晴らしく描写してくれてありがとう。感情が行ったり来たりでぐちゃぐちゃだった。カフェちゃんが大スクリーンで動いてるだけで感動だわ。最高だった。一番びっくりしたのは原画に恩田直之さんがいたこと。比叡恩隊が、あとスーパーアニメーターの杉田ヒイラギさん結構な量やってないですか。こんなに涙し興奮した映画はいつぶりだろう。小さい頃初めて父に連れてってもらった映画の衝撃と似たものを感じました。映画作品としても素晴らしいと思います。ウマ娘を知らない方にもおすすめできる素晴らしい作品でした。最強を目指すポッケがタキオンをはじめとした同期ライバルと交え、苦しみながら前に前に進む姿見が泥臭くもかっこいい。画面からの熱量が凄まじかった。そしてタキオンもやるじゃないか。ウマ娘最高だった。あっという間に2時間過ぎてた。だからこそ言いたい、もっと長くやってほしかった。いろんな表情のポッケが見れて満足です。タキオンもただヤバいだけじゃなかった。そして富士先輩、これはリピート確定です。終盤の作画演出演技がすごすぎて見入ってしまったという一言に尽きます。間違いなく劇場で見るべき一作です。本当に良かったので特典とか関係なくもう一回館に来ようと思います。この映画の一番の萌えキャラは自分的には綾部さんでした。綾部さん好き。アプリやってるトレーナーさんはより楽しめる内容になってる。終始大号泣して頭痛い。冒頭から富士奇跡様かっこよすぎる。本当にもう一人の主役だった。こんなの見せてもらっていいのだろうか。こんな富士奇跡様に会えるなら何回でも見に行きます。見る前の不安感どっか行ったわ。小ネタが多すぎてこれもう一回見ないとダメだ。ふわふわ綾部さん、本当に本当に良かった。熱かった。ウマ娘最高。ジャンポケと富士奇跡パイセン好きになる映画だった。つかみんな好きになった。泣きました。推しの強すぎる顔面がスクリーンいっぱいに。グッズもクリアファイルだけの予定やったのに買いすぎてしまった。公開前 PV でジャングルポケットの伝説の雄たけびが微妙って言ってる人がいたけど、あれちゃんと理由があるから。藤本ゆりさんの全力はあんなもんじゃないから。歴史改変がとか黒船の扱いがとか細かいことはどうでも良いんだよ。とにかくみんな映画館で見ろ。いろんな気持ちがこみ上げてで涙止まらなかった。全トレーナーもトレーナーじゃない人にも見てほしい。ウマ娘最高だよ。ありがとう。最初から最後まで手に汗握る最高の話だった。作画も神ってて爆発してた。最後の方は何回も涙した。こんな神作品を劇場版でしてくれてありがとうございます。また見ます。ちょっと時間経った今も涙と鼻水がヤバい。競馬ファンや新旧トレーナーさんはぜひ見る価値があるという作品と思う。ありがとうウマ娘プリティダービー。劇場版ウマ娘スラッシュ新時代の扉1回目の鑑賞完了。ぐぬぬ。ネタバレがいろいろあって語りたいけど語れない。しかも普通の映画のネタバレと意味が全く違うから余計に語れない。ウマ娘だわ。ウマ娘でした。素敵な作品をありがとうございました。完成度高いのがすごい嬉しい。これは初見のファン増えるぜ。ジャンポケ世代の持つ特性をこう活かしてくるかって感じ。いやーよかった。トレーナーは絶対見るべき。終始鳥肌だったし RTTT はまだプリティだったと思えるレベルに仕上がってる。結構なあのウマ娘を探せ映画でしたね。かなりの数のウマ娘関係者があちこちに映り込んでます。ただ推しのエアグルーヴと爆心どこ置いたかもしれない。完全に推しを探す見っけ状態だった。1クール分のアニメ見た感じ。